こんにちは、シーバードです。今日はですね、先日アップした動画、弾いてみた動画のルナシーのストームの時の音作りをですね、ご紹介したいと思います。まあ音作りというか、まあ、使ったエフェクターのご紹介ですね。で、使ったのはですね、ズームの MS50G で、ギターはジャズマスターですね。その時の動画、こちらに上げておきます。まあ、ぜひ一度見てみてください。で、この時ですね、ジャズマスターなんですけれども、ピックアップですね、フロントにしておりました。というのも、リアだと結構ね、ジャキジャキ感がすごくて、キャンキャン感がすごすぎてですね、細くてこう前に出てきてくれなかったんですよね。なので、フロントでちょっと厚みを持たせております。まあ、個人的にはやっぱりカッティングのブラッシング部分ですね、あそこがこうしっかりと前に出てくるような音作りをしたいなっていうのを一番気にかけつつ、あとピッキングのニュアンスが、まあ、強弱で出てくれるような音エフェクターをちょっと探してですね、使っていったっていう風な感じになります。まあ、音作りはこの後やりますので、どうぞご覧ください。アンプはマイクロキューブです。設定はこんな感じでやってます。今回使ったエフェクターはこの MS1959 のみで、ですね、直結だとっていう風な感じの音なんですけれども、これ踏むとピッキングのニュアンスもしっかり出て、弱めに弾くと、強めに弾くと、まあ、なんとなく分かりますかね、っていうのと、このピッキングのニュアンスでオーバードライブのかかり具合というか、まあ、ピッキングニュアンスがしっかりと出てくれるっていう、というふうな感じでいい音になってくれます。一応ですね、今回用意してたのが、まあ、一番最初にノイズリダクションはつけてはいるんですけれども、その後コンプ、通常のコンプですね、とブースター、一応念のためにと、でマーシャルのモデリングで、で CE1 アナログディレイ、まあ、この辺はちょっと飛び道具的な感じにはなるんですけれども、もう他使わなかったですね。例えばコンプ使ってみますか。今コンプオフですけど、オンにしたら、確かに膨らみは出ますね。でもなんかこう、やっぱ前への出方がこれなくてもいいかなっていう、好みですかね。まあ、ここまで前に出すぎなくてもいいかなっていう、なんか支えの部分な感じの音で今回は作っております。じゃあ中身見ていきましょうかね。まあ、ゲインは57、ここはもうちょっと絞ってても、あ、でもそうですね、絶妙ですね。57、ちょっと上げててもいいかな。絶妙だな、57、絶妙っすね。これぐらいがいいんじゃないですかね。まあ、ジャズマスターの場合ですけどね。まあ、チューブに関しては結構好みがあって、ちょっとさっぱり系を好む人と、どっぷり系、これはお好みですね。僕はまあ真ん中ぐらいでいいかなっていうので、この辺でしたね。
まあいい感じだと思います。まあレベルに関してはですね、100にしてると結構なボリューム感になってくるので、今回は61になってますね。でつまみの設定、トレブルが62、ピックアップを例えばちょっとリアにしてみましょうか。リアにするとかなり細くなるので、この場合で音作ってる時はですね、かなりトレブル下げてたんですけれども、バランスを考えてあのフロントのピックアップにしました。でミッドを上げてみましょうかね。ミッドを上げるとこれはこれでいいですね。いいですけど、ちょっとやっぱりフロント感が出すぎるというかですね、抜けの部分、太さは出るんですけど、抜けの部分が若干ちょっと物足りなくなってくるなっていうので、この設定にしてます。絶妙な感じのバランス感かなと思いますね。プレゼンスはちょっと今回上げましたね。ここまで上げたことは今までないんですけれども、やっぱりフロントのピックアップ使ってるっていうところで今回上げております。で、まあ今回ライン取りだったんでラインにしてますけれども、全然変わりますよね。これあ、これが一番いい音ですね。お好みです。これもいいですね。まあラインに近いですね。この辺のコンボフロントとかだと全然違うんですけど、まあ、ラインで撮る場合はラインにしておいた方が良いでしょう。まあキャビネットも1959のままです。で、まあ、ちょっとツヤ感、色気が欲しいなっていう時にはちょっと足してもいいかなと思いますね。この辺コーラスですね。っていう風な感じで単音の時だけ足すとかでも全然いいと思います。この大げさじゃない感じがいいんじゃないかなと思いますけどね。レート上げてみましょうかね。まあまあこの大げさじゃなく主張がなさすぎな、ありすぎない感じがいいんじゃないかなと思いますね。この CE1 でもっとツヤ感が欲しい人はディレイ、という風な感じで、まあ設定はタイム360でフィードバック28、一応用意はしておいたんですけど、今回使わなかったですね。これも使わなかったです。もう十分。うん、このオープンコードかなりいい感じの音が。こうなるとやっぱり。ありますよね。まあこんな感じの設定で今回やっておりました。まあお好みでもうちょっとコンプが欲しいとかコーラス欲しいって人はちょろっと足してもいいかなと思います。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。MS いいですよね。マーシャルのモデリング非常にいいと思います。やっぱりピッキングのニュアンスがしっかり出てくれるっていうところと、あとまあ、チューブ感っていうんですかね、なんかふくよか感の中にちょっとトゲがあるので、まあ、そこがすごくこのジャズマスターとの相性がいいのかなっていう感じがしましたね。
エフェクターだとちょっとやっぱり音との距離感が近すぎる感じがするんですけれども、あのモデリングだとやっぱりちょっとチューブ系の感じがあるので、少し奥まったというかこう空間があるようなあの音になりますよね。まあ、ぜひですね、アンプのモデリングも MS50G で使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。